もしかしてこの名前で呼んでもらえますかとかさ、何ちょっとあれ、自分がこの非常事態から助かるためになんて、俺と親和性を高めてですよ、俺を利用しようとしてるな。女は怖いな、女怖い。どこ行けばいいのこれ。新聞社だって。よく考えたらやっと夜が来たんじゃない？これ初めての夜じゃないかな。そんなことないかな。あ、ここですよ。ここ？ほら、法都新聞のビルですよ。あれ？なんか小さい明かり見えません？誰かいるのかな？小さくはねえな。これライトがないとほんときついな。どっかにライトないのかな。あ、ここでよかったんだ。すみません。おお、遅かったな。道に迷ってたか。これからよろしく。編集長の西山だ。よろしくお願いします。ということは空港からここまで歩いてきたんだな。どうだった街の様子は。はい、これまで起こった出来事について話をした。なるほど、陣内もうまいことやっているようだな。あいつは昔ここで記者をやっててな、フリーになってからもよく顔出してたよ。そうだったんですか。すみません。ん？なんだね。この島を作った新崎という人、私の叔父なんです。おお。やっぱり叔父は責任を取ることになるんでしょうか。長い沈黙だな。おい、そうか。今回の災害は首都島だけの局地的なものだ。だとすれば首都島の構造が問題になるだろう。君のおじさんにも責任の追及はあるだろうな。そうですか。まあ責任は建設方法を選んだ政府にもある。おじさん一人のせいではないよ。はい。仕事だ。え？高原建設のビルがこの近くにある。ほら、そこだ。そこの役員室に人工島建造工事報告書があるはずだ。それを借りてきてくれ。今からですか？そうだ。今を逃したらチャンスはないだろう。盗むんですか？違う違う。借りるだけだよ。あ、そうだ。君は残って資料の整理をしてくれ。え？私がですか？どうせ暇だろ。まあそうですけど。それとこれを持っていけ。社員証を手に入れた。ボイスレコーダーを手に入れた。こんな状況だが一応ここの社員だ。初日から無断欠勤になったがな。ボイスレコーダーは会社の支給品だ。こんな時に役立つとは思えんが、とりあえず持っていけ。それじゃあ早く行ってくれ。誰にも見つかるなよ。完全に犯罪じゃないですか。編集長、犯罪ですよ。借りるだけだっていう、それ犯罪ですよ。なんだ、説明が足りんか？あ、これは上から聞いてっか、編集長について。編集長はここで何をしているんですか？仕事だよ。こんな状況だからこそ取材しやすい場所とかあるしな。それをメールで本社の方へ送っているんだが、そろそろ電池がやばい。潮時かな。なんだ、説明が足りんか？高原建設。この島を作ったのが高原建設だ。高原自慢のハニカム計算工法第1弾だ。詳しいことは資料室で調べるといい。
なんだ、説明が足りんか。人工島建造工事報告書。高原建設の社員からタレコミがあってな、公表されているデータとは違う箇所があるらしい。報告書を手に入れるなら今しかない。勝手に持ってきていいんですか。責任は俺が取る。だが高原にも欠陥工事の責任は取ってもらう。うん。12階の役員室だぞ、早く頼むぞ。あなたが責任を取ると言っても住居に不法侵入するのは私なんですが。なんだ、説明が足りんか。実行犯私なんですが。鍵がここにある。資料室の鍵、手に入れました。カウボーイハット。装備しないけど、まだ、じゃあいらないや。よし。あれだよね。終電なくなったから自転車あったんでちょっと借りただけです、みたいな。借りただけですよ。借りただけ。ん？借りただけですよ。十分いけないと思うんですけど。フィルターだ。フィルター。フィルター、なるほど。あれは、これは組み合わせるんだな、フィルター。組み立てで。うん、これだ。フィルター。残り5個って書いてる。アイテムに補充しますか。要フィルター。ピロリーン。ペットボトル M と何を組み合わせるんでしょうか。ペットボトルミサイルだね。ロケットだね。きっと。それを作るに違いない。松明、バール。包帯とバールと、あと油が欲しいよね。それがあれば松明ができるんだが。油なんてどこで手に入れるんだ。よし、こっちかな。資料室どこだろう。編集長、水ないっすか？水飲みたいんすけど、あ、あったっす。そりゃ、セーブでしょ。あ、汲んどいた方がいいな。お、一個飲んだね、俺ね。あよ。結構ね、矢印ってこう、なんか読み込みの時の反応がワンテンポ遅いんだよな。お、そして一人になったぞ。ん？ん？ん？ んって何？んって何？え、なんかあんの？んって？気になるやん。気になるやん。気になるやん？やっぱり、今の反応、アイテム使うのかな？わかった、浄水器で水飲むんだ。絶対飲まねえ。こんな水飲まない。そこに水あるでしょうが。そんな飲まないよ。なんだろう、ハンガー違うよな。ハンガーじゃない。必殺のルーペ。ルーペを装備した。キーホルダー、バール、必殺バール。必殺のバールでもない。携帯浄水器、アイテム使えますか。海水や泥水を、ま、水に変える用フィルター。残り5。使った気配はないな。読む。社員証。報道新聞社社員証の社員証だ。はい。首都島に関する事故や事件がまとめてある。1992年3月2日、本島から人工島間連絡橋の建設中、K
建設作業員 E が海に落下。 E はすぐに引き上げられたが全身を強く打っており死亡。 E は高所での作業中であったが強風に煽られ足を滑らせたものとみられている。高所での作業には安全帯の装着が義務付けられているが E のものは金具部分が破損していた。お？人工島土砂採集土砂崩れ事故。1995年6月21日、 N 県 S 市山中での人工島用土砂採集工事の際土砂崩れが発生。麓の母屋3棟が家屋だった家屋3棟が被害に遭った。この事故で生き埋めになった家族の母、長男、長女が死亡。このほか6人の重傷者を出した。現場は梅雨の長雨っていうのかな、長雨で地盤が弱くなっていたとみられ、工事責任者の安全管理が問われることとなる。この件に関する訴訟経緯は資料4を参照のこと。空港島過激派立てこもり事件。1997年11月12日、人工島沖の空港建設予定地に武装した人工島建設反対派が立てこもった。犯人らは視察に来ていた大臣 Y 氏と秘書4人を人質に取り、人工島の建設中止と即時解体を要求した。交渉が難航すると犯人らは予定地の地下にダイナマイトを仕掛け爆破すると暴挙に出た。事件発生から3日後に特殊部隊が突入、犯人ら7人を逮捕した。人質は全員無事であったが、 Y 氏は事件のショックからか健康を害し大臣を辞任している。なんか本格的すぎて。さあ、右手に持ったルーペで便器の中をよく覗いてみるんだ。何もないらしい。よし、このルーペを持ってマリオを観察しようか。マリオ、お前は今何をしているんだ。お前なんかそこで資料整理するんじゃなかったのか。マリオ、やっぱりおじさん。あ、すみません、気にしないでください。どうれ、ルーペでじっくり見てあれ。全然ルーペ役に立ってないじゃないか。あ、カウボーイハットか。家だった。よし、じゃあ資料室もそうだが、ここかな。資料室は鍵がかかっているようだ。 OK、 じゃあ鍵、ルーペもういらない。あ、ルーペ一応持っとくか。キーホルダー、資料室の鍵使うか。よし、資料2を手に入れた。しかしこのファイルは一体どこにしまってるんだろうな。絆創膏入る？入った。発煙筒、リュックにスペースがありません。だって発煙筒はこれいるでしょう。重要でしょう。高級サングラスなんかより重要でしょう。これ捨てますよ。高級サングラスなんていらないよ。はい、捨てた。あといらないのある？よし、発煙筒、うん、取っておくと。あ、まだなんかある。だるま磁石だ。うん、磁石がだるまになりました。ファイル、資料4からの懐中電灯来た。これえ、手で持つアイテムの場合はリュックに空きスペースがないと装備できません。なぜですか？置き換えますか？
リュックにスペースがありません。このルーペがな、謎なんだよな。運転手の帽子いらねえな、これ。運転手の帽子いらないです。はい。懐中電灯。やっと手に入りました、懐中電灯が。はい。でも、電池っていう制限があるかもしれないので、ちょっと今は使わないです。はい。さらにファイル、資料1。じゃあ、ちょっとまたファイル読みますか。資料1から。首都等に関するスクラップだ。首都、首相、首都移転に言及。1985年9月11日、長官。首相は官邸での会見で、首都の人口過密と地方行政の活性化のためには、首都機能の移転が望ましいとの見解を示した。分散移転も視野に、1986年1月4日夕刊。国土大臣は、閣僚会議で首都機能は一箇所に集中するよりも分散していた方が経済、防衛の両面において優れているのではないかと発言した。これを受けた各立候補地による誘致活動のさらなる激化が予想される。首都等に関するスクラップだ。首都機能分散移転に決定。1988年1月26日号外。第100何回。通常国会にて首都移転が賛成多数で可決された。省庁を3内し4つのエリアに分散して移転することも合わせて決定した。今後は移転先の絞り込みが行われる予定。第3の首都決定。1989年10月7日長官。首都機能移転候補地候補地審議委員会は3番目の移転先として N 県平崎島およびその周辺を選出した。発表では平崎島を核に土地の造成を行い、約50万人が生活できる都市を建設するとしている。また平崎島周辺の埋め立てには高原建設のハニカム計算工法を採用することが合わせて発表された。用語解説、ハニカム計算工法。ハニカム計算工法とは、人工島の土台部分、計算を蜂の巣状、ハニカムに形成する工法のこと。六角形が敷き詰められたこの構造は非常に堅固であり、またその大部分が中空であるために非常に軽く、またその材料も少なくて済むといった特徴がある。まあ確かに。地震や土地災害に関係した訴訟経緯がまとめてある。工場排水による振動訴訟。1980年4月21日、F 工場工業の工場が敷地内の井戸に工場排水を投棄。それにより、経営側が汚染、また排水が地下の岩盤に達し、岩盤の隙間に入り込んで亀裂を生じさせ、地震を引き起こしたとして、周辺住民が F 工業を訴えた。調査により工場は年間数百トンもの排水を過去10年間にわたり投棄し続けていたことが判明。経営側から工場排水とみられる成分が検出された。しかし地震に関しては因果関係があると断定できないとして訴えは退けられた。人工島土砂採取工事訴訟。1995年6月21日、N 県 S 市山中で土砂崩れが発生、麓の住民に死傷者が出た事件で、当日、同山中で土砂採取工事をしていた建設業者 A が、業務上過失致死の疑いで起訴された。A は政府から工事を請け負っており、採取された土砂は人工島、首都島で使われるものだった。政府が人工島に必要な土砂を確保するために工事を急がせていたという背景もあり、責任は政府にまで及ぶかと思われた。しかし、調査の結果、災害と判断され、政府、業者ともに責任を問われることはなかった。さあ、裁判に不鮮明な部分が多かったが、原告、検察とも
控訴しなかった。高級ワイン訴訟。2001年7月17日、ワイン愛好家の M 氏が地震による損害は国に責任があるとして国を相手取り訴えを起こした。高級ワイン割れたんだな地震で。 M 氏は自宅の地下に数十本の高級ワインを所持していたが、2000年7月10日に起きた地震でそれら全ての瓶が割れてしまった。 M 氏はやり場のない怒りに半ばやけくそで国を訴えたとみられている。裁判では地震は止めることはできないとして訴えは棄却された。そうか、ちょっと長かったな。ちょっとセーブするぞ。よし、では火事場泥棒行きますか。拙者火事場泥棒に行くでござる。高崎はあのビルの反対側だっけ。あれ、うん、多分ねこっち側です。近くに川があるね。うるさいな、増水がやばい。わずかに隙間がある。もう少しシャッターを上げられれば入れそうだ。よし、バールだ。バールでも無理だ。あ、なんかある。高原建設地図。はい。ジャッキ。はい。リュックにスペースがありません。手で持て。ちょっと持ち運ぶだけだべ。マジで。高原建設ビル前で手に入れた地図だ。うん。空港島。空港島。あそこから歩いてきたんだっけ？この島を作った会社らしい。え、ジャッキ入んないの？え、どうしようか。ジャッキって言われてもさ、絆創膏とかいらない？包帯と絆創膏どっちの方が大事だろう。絆創膏いらないよね。HP 回復する。使っとけ。ジャッキってさ、これ1個じゃ入んないよね。多分スペース2個いるだろうな。今2個空いてるかな。もう入った。手で運ぶだけなんだからさ、リュックの中身はいらないんじゃないのかい？オッケー！開いた。よし、潜り込め。